では仙台のスタメンです。中3日での今日の試合、前節岡山戦からスタメン3人入れ替えました。ゴールキーパーは小畑、最終ライン右に若狭、センターバック平岡とキム・テヒョン、左に内田、2列目右に2戦ぶりのスタメンの遠藤、ボランチ今日は鎌田が入りました。中島とのペアです。左に木田、ツートップは皆川とチームトップの6ゴールを挙げている富樫というメンバーになりました。対する栃木 SC です。ゴールキーパーは川田、最終ライン鈴木、カルロス、グティエレス、左に大谷、右のワイドに黒崎、ボランチに神戸と八千田、左ワイドに福森、ツーシャドウ瀬沼と19歳の上田、そしてトップにベテラン38歳、チームトップ4ゴールを挙げている矢野貴章です。矢野貴章が落としたボール、そして福森のヘッド、ここは集めていったのは瀬沼です。左の福森からいいボールが入っていきました。サイドからチャンスを作ってきました栃木です。大谷から矢野、くさびを受けて福森、シュートがある、ここから打ってきた、パンチング、こぼれ、黒崎左足で打ってきましたが、もう一度黒崎、ボール来る、落として上田のシュート、得意の右足ミドルレンジからのシュートを放っていきましたが、枠捉えませんでした上田。さあ今度はゴールに向かってくるボールを蹴ります、左利きの遠藤です。遠藤のボール巻いてきて、越えて、こぼれたボール反応して中島、中島折り返し、速いボール決まった、若狭のゴール、中島からのボールを合わせて若狭、リーグ戦2シーズンぶりのゴールが先制ゴールになりました。押された前半、後半に先制です。まあ、遠藤選手のこのキックのセカンドボールでしたけどね、まあ、中島選手がうまく反応して、まあ、ここ自分で運んだことが良かったですよね。そして栃木の選手がディフェンスラインを上げたところ、キーパーとディフェンスラインの間のスペースをうまく見ましたし、これ上のボールはね、栃木が強いですから、それをあえてグランダーのボールで流し込んだこと、そして若狭選手がうまくそこに反応しましたよね。皆川ボールを奪う、高い位置、遠藤、遠藤、後ろから来た加藤、遠藤、この位置に若狭、若狭が前のスペースに見ながら、若狭ダイレクト中ヘディング、加藤パンチング、変わった、ここはよく反応しました、変わった加藤が頭で合わせて手を伸ばしました、変わった、今日の入場者数は9273人の岩テックスタジアム仙台。さあ遠藤がボールを持つ、折り返し、直接狙ってきました、キーパーとゴールの狭いところを狙ってきました遠藤。さあ今度は右のコーナー、仙台キッカーもちろん遠藤、中央のボール、ーなんとか防いだ川田、キム・テヒョンに合わせたボールゴールに向かっていきましたが、そこは川田が死守しました。いや川田選手すごかったですね、まあ、このコーナーキックのボールも精度も高かったですし、キム選手ですよね、はい、まあ、それを左手一本で、まあ、しかもこうバックステップ踏みながらでしたけども、よく触りましたし、さあもう一度、今度はクロス、ゴールに向かう矢野、決めた、大事なところでベテラン大きな仕事をしました、これぞベテランエースの仕事、追いつきました84分、見せました矢野、
まあ、クロス対応の話してましたけど、まあ、それを栃木が上回りましたね。後半の41分コーナーキック遠藤、ニアサイド流れてシュート行った、追いついた、ゴー、逆転、ここで逆転、皆川ゴール前の混戦振り抜きました、皆川勝ち越しに成功しました。仙台残り時間が少ない中勝ち越しました。劇的仙台、足をつりながらのゴールになりました。皆川アディショナルタイム5分経過、矢野設定、キムテヒョン空中戦、クリアがミスになって矢野体を入れる、ポギーニョ、ここで仙台がボールを収めて長い笛、終盤劇的な展開、制したのは仙台。追いつかれた後にすぐに勝ち越し、皆川が決めました。これで仙台5戦負けなしという結果になりました。2戦ぶりの勝ち点3を得ました仙台です。